はい、それではソルト&サンクチュアリー続きの方をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではですね、始めていこうと思うんですけれども、今回は前回、道化師の方にもらいました、こちら反転の夜勤、これでオベリスクの方が利用できるようになりましたので、これを探索しに行きたいと思います。で、凍える岸辺の方にもね、案内人の方を来ましたので、ここから移動できるようになりました。はい、では、沈んだ砦で向かいたいと思います。あっち行けないのかな？これ一箇所あるんですけどね。あ、行けた。あ、ここは取ったかな？なんか向こう行けそう。あ、なんかあるわ。ありますわ。血の実のアミュレット、アミュレットだ。あ、攻撃時にライフを吸収するだって。え、すごい。あ、発信が。マスターのソウルどこだろう。ある盾だって。71打撃100。結構ボス戦があった場所ですよね。あるんですね。
そうですね、一番は罠。この罠。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 これ壊せんのかな？壊せないのかね。ここも罠あるんですよね。罠。で、ここにね、こいつがいるんですよ。で、ここにエレベーター起動のスイッチがあって、で、そうするとですね、ここ、お城の方に続く道なんですよ。はーい。ここ、ショートカットですね。で、さらにね、下がありそうなんですよね。ジャンプとかする系、本当に苦手なんですよ、自分。ものすごく苦手で、距離感がつかめないんですよね。で、こっち下はないな。で、この辺りもね、確かね、何かしらアイテムがあったと思うんですよね。ああ、また。そうで、ここめちゃめちゃ暗いので、ちょっと怖かったから引き返したんですよね。すごい怖いんすよ。紅の牢獄で、ここは来れないんだ。ここは来れないっぽいですね。まだまだ来るべき時ではない。ですね、あ、ここは大丈夫ですね。あ、今来たところだから。よりして、そうすると夜勤をくれた。あ、いない、道化師がいなくなってる。で、ここの上もね、自分こう上がれるっていうのを確認しただけですぐ降りてるんですよね。で、ここもね、この中に何かしらアイテムがありました。はい。
なんかありました。あとはこっちですね。こっち行ってないので、はもう完全、あ、はい、うわ、開きましたね。あ、ショトカかな。あ、あー、つながった。はい、というわけで、つながりましたね。まあ、いけるところはとりあえず行ったかな。雨降ってる。今まで雨降ってたっけ。ではね、お城の方に向かいたいと思います。痛い。はい。で、ここですね、オベリスク使って、前回の動画では入ってたと思うんですよ。で、収録終わった後にですね、上の方まで行くことができまして、エレベーターの方を起動させました。なので、今回はこのエレベーターを使って上まで行こうと思います。前回もね、もうちょっとのところまでは来てたんですよね。で、ここですね、この NPC、ここにいるんですけれども、思いにふけてる NPC を横目に、ここ下降りていくと、ここがね、祠なんですよ。とりあえずちょっと3つだけ抜いてみました。伊藤と鍛冶屋さん、それから渡せる。ましたね。何もらったんでしょうか。ここ結構大変なんですよね。あ、カリウド。なんか新たな敵が出てきた。強いんですよ、本当に。あ、で
辺こう繋がってる感じか。あ、案内人の石がある。あれはでも敵じゃないっぽいな。はい。あ、なんか下に降りるやつがある。これ多分初等科だろうな。ちょっと降りてみましょうかね。どこだこれは。あー一番、あ、そうだね。ここ入ってすぐのところだな。なんかそこあるな。入れた。火には強い不死鳥の縁立て。ここはでも登れないから離せないっすな。上から来る感じかな。まだね、宿題がないからね、ボスじゃないとは思うんだけどな。なんかある。あ、サンクチュアリ前方にって書いてある。マジか。あ、あった。でも、っていうことは、ボスっぽいよな、これね。全然出ない。怪しいっすな。巨人飛んでいる。炎を敵前方に。あー、食材がある。これはボスですわ。はい。走れ右と左って書いてある。マジか。クラウケンドラゴン。まあ、ドラゴンだって強そう。それで縁立てがあったんだ。
どね。はいはい。ということはですよ、ちょっとね火力は落ちるけど、できればガードしていきたい。OK です。やりました。クラーケンドラゴンの角、叩いよ。下に降りる感じでよろしいでしょうか。はい。あれ上にあるんだけど、どうやって行くんだろう。あれ、あ、さっきのお姉さんだ。あ、ギザギザの鍵だって。あら、こんにちは。はい、こんにちは。一番の盗賊だって。まあそうだね。倒してきましたけど。はい。そうかな。夜勤だって。ありがとうございます。またもらった。今度は何だろう。忍びの楽園だって。これいけんじゃないじゃん。そういうわけではないのかな。壁に向かってジャンプしながら A を押すと、あ、いけた。でもこれは無理だよね。
はい、というわけで、今回はドラゴンの方を、撃破しました。次回はね、また新しい鍵の方を手に入れましたので、そちらの方を使って探索の方を進めていきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。